はい、この動画をご覧の皆さん、こんにちは、一平でーす。ハッシュタグ。はい、ということで今回の、ライブアフタータイムはですね、先月、もう先月になりますが、今撮ってるの5月なんですけど、4月の、19日、20日、2days と行われました、もう僕の自主企画ではおなじみなんですが、浜田健二さん、徳島に来られまして、今回ベストアルバム、ベラボーリリースツアーということで、お越しいただきました。はい、ということで、健二さんとは、もう7年ぐらい、8年ぐらい、ちゃんとした出会いを覚えてないぐらい濃密な時間を、毎回、過ごさせてもらってて、半年に1回ぐらいですね、徳島に、ツアーで来てくれて、来るたびに、一平よろしくみたいな感じでですね、声をかけてくれる、本当にこう、僕の大好きな、そして尊敬するですね、先輩なんですけど、今回ベストアルバム、まあ、俺は全部、ね、CD もちろん持ってるのであれなんですけど、まあ、今回初めて収録した曲もありつつ、今までの浜田健二の歴史を、ぎゅっと凝縮したようなライブな夜になればいいなと思って、今回初めて、2days を両方僕の主催の方で僕の方でオーガナイズさせてもらって、させてもらいました。1夜目は、もうおなじみの秋田町ライブバースペースさんというところで小泉光孝さんですね、あと家主、迎えて対バン形式で4組で、ライブをさせてもらいました。そして2日目は、両国の、リバーダンスというですね、僕が最近お世話になっている若手のお二人がやってる素敵なお店で、ツーマンライブということで、前回かな、前々回かな、フィーさんが来てくれる時からもうガチンコで1対1でワンツーマンでやろうよってケンジさんが言ってくれてですね、俺もケンジさん相手にツーマンはまだ早いんじゃないかと思いながらですね、ちょっと自分のキャパを超えたことをすることによって自分の成長が、促せるんじゃないかなと思ってケンジさんに甘えてですねツーマンさせてもらって、すごいその時悔しくもあったし学ぶこともたくさんあったし、自分の中でもこう成長できたなっていう夜だったので、今回も、ツーマンを、大好きなお店で、やらせてもらいたいなと思ってさせてもらいました。どちらも、そうですね、平日開催ということで、地方での、イベントの平日開催っていうのはなかなか難しい。週末に比べるとね、なかなかお仕事が皆さんあったりとか、いろいろあって開催そのスタートの時間だったりとか、お店の構成、イベントの構成みたいなものはちょっと工夫が必要だったりするんですが、集客の面でね、いろいろと心配な面も僕の力不足であったんですが、蓋を開けてみると、たくさん、本当に、たくさんの方に2日間ともお越しいただいて、本当にありがとうございます。いやー、本当に素晴らしい。なかなかコロナ禍の中で厳しい状況続いてますが、その中でも感染対策を十分にしながらですね、大好きな音楽を一緒に共有できる、やっぱりこう生で共有できるっていうのは配信とか進んでいい面もたくさんありますが、生でねお届けできるのは生ならではのこう魅力、ライブの良さみたいなものはお伝えできたんじゃないかなと思ってます。本当にありがとうございます。そして、何よりですね、今回浜田健二さん来ていただいて、また新しいアルバムね、楽曲制作に入られるそうなんですけれども、また徳島に来ていただいた時はですね、僕も勉強させてもらいたいな、来てもらうたびにこう成長させてもらってるなって感じているので、またお越しいただきたいなと思うし、今回地元組として、まあ、僕の本当に尊敬する信頼する、小泉さん、小泉光孝さんですねにも出ていただいたし、若手で、頑張りたいっていうふうに今活動してる家主、今日も一緒に、ケンジさんと同じ一緒にね、同じ夜を同じイベントを作れたっていうのも、すごい感慨深かったなと思うので、個人的にも非常にこう充実した2日間を送ることができたなと
思ってます。前回から前回のライブアフタータイムでもお話ししましたが、少しちょっとスタイルをライブのスタイルを変えて、ライブを個人的な話をするとね、お届けさせてもらってたんですが、もう非常に大好評、もう嬉しい、やだー、もう自画自賛としてね、ということで大好評、ありがたいことに良かったよとか、以前こうもらえなかったようなお褒めの言葉だったりとか、逆にこうなんていうのかな、真剣勝負してるからこそ言ってもらえるようなご指摘だったりとか、温かいこうアドバイスだったりみたいなのがあって、本当にありがたいなと思ってるし、今自分のこのスタイルっていうものをもう少し突き詰めてやっていきたいなっていう自信にもなったので、CD のある程度こうセールスも良かったですし、自信を持ってね、これからも自分の歌をお届けしていきたいなと思います。次回の、ライブアフタータイムなんですけれども、その、4月19日20日の翌週ですね、19日のそのスペースの浜田健二さんが来てくれた時の第1夜に出てくれた、家主の、主催ライブについて振り返りたいなと思います。なかなか更新が遅れてすいませんでした。第2回ライブアフタータイムでした。ありがとう。